何その、布団ちゃんの歯の矯正外してどうのこうのやつ。歯の矯正外して何、よだれペロペロの状態で握手した。あーでも俺わかるかも、それ歯の矯正してるから。あれじゃないの、マウスピース外したりとかじゃないの。いや飯食う時に外さなきゃいけないんだよな、あれ。よくあったわ、だからさ、昔コロナ前とかにさ、いやコロナの時期じゃなくてよかった、マジで。あれ外食行くやん、だから外食の席でさ、みんな見てる前でこうマウスピースとか外すんだけどさ、こう、まあ、ずっとマウスピースつけてるからさ、恥ずかしいよな、ちょっとなんかよだれでベローンってなった時とか。いや今さコロナだからさ、ちょっと手洗ったりとかしてからやるやん、多分消毒とかして。ちょっと大変そうだとしてもちょっと怖いわ。その手で握手した。ベトって言ってたじゃん。ケイツさん、布団ちゃんの生姜焼き吐いた。